世界同時株安に見る日本経済復活のチャンス。 まあこのところ、その、経済っていうのは明るい話題がないですからね。ねえーえーえー。昨日の東京株式市場、日経平均の値動き、幅、激しく乱高下。えー、最終的な終わり値、700円以上の大幅な下落となって、17,806円70銭となりました。えー、前の日と比べて、えー、マイナス733円98銭、うんえー。世界的な株安ですが、三サさんこれどうご覧になるんですかこれね、はい、株だけ見てると何が起きてるか、はい、わからないと思うんですけども、えー、まあ株はもちろん、 日本も下がってるし、それ以上に中国がかなり激しく下がってて、ニューヨークも下がってますよね。はいで 原油。はい。WTI の原油先物価格指数がですね。四十40ドル切ってきてるんですよ。はい。要は、世界的に需要がなくなってるんですね。はで、もう一つは、その、例えば、上海ショックですよ。もう今、上海ショックって言ってもいいと思うんだけど、上海ショックとかが起きると、前から予言というか予想というか、まあ言ってましたけど、絶対に中なんですよ。なぜか。はい。はい。すると、日経平均が下がるという、いつものパターンが起きてるってのに加えてですね。結局、 その、今まで主要国っていうのは金融緩和はやってきたんですよ。はい、はい。これは別に間違ってたって言いません。ええ、言いませんよ。例えば日本は量的緩和と。アメリカも、えー、今は、えー、量的緩和も終わりましたけど、はい、ちょっと前までやってましたね。ええ、ECB、欧州中央銀行もやってます。はい、えー。中国も利下げ利下げ利下げですと。はい、やってきますけども、その、 あの、金融市場にジャブジャブになったお金が、ちゃんと実体経済に流れてないって問題をずっと指摘してきましたけども、結局、その結果実体経済がまああまりよろしくないと、中国ははっきり言うけどゼロ成長かマイナス成長です日本もマイナス成長です。株価だけが上がるっていう状況で、この帰りがですね、限界が来たってのが今のタイミングなんだと思います、はい。 株価がこれだけ乱高下してるだからね、安倍政権は、私、経済政策について0点ですっていつも言ってますけど、だって実体経済が下がってるのになんで点数つけんのって話だけど、いや、株価は上がってるって反論されたんだけど、株式の価格っていうのは、資産の価格で所得の話と違いますよっていうのずっと言ってきましたけど、結局、こうなっちゃったんですよね。実体経済、所得である実体経済、誰かが物とかサービスを買わないとだめなんです。作っててそそし買ううとといここれが実体経経済の通りですね金融 まあ株式が典型だけど、はい、金融経済っていうのは、借りて買う、借りて買う、でででずっと膨らんんいくんですよね借りて買う、借りて買うというのは、儲かるだろうから、お金を銀行からなら銀行から借りて、りてそれであの投資するすると株価とかが値段が上がると、上がるそれを見たらほの人までもあもっと上がるはずだということで、お金を借りて。ええまあ 株っていうことなので、そこにあの所得っていうのは基本的にないわけですよね。別にね、あの金融経済が不要だとか、株式が暴落していいとか、そういうこと言う気は全然ありません。ありませんが、正しい株価の上昇っていうのは、実質賃金が上がって、みんなが豊かになって、GDP も成長していって、結果株価が上がる。これが正しいと思いますよね。その乖離があの、あまりにも広かったっていう話です。はい。開きがあったんですね。その現在のように株価が不安定な状況で、 うすると日逆にチャンス。チャンスなんですね。なぜかというと、今まで安倍政権っていうのは株価が高かったおかげでですね、支持率もそこそこ維持されていて、まあ安保法制でちょっと下がっちゃいましたけどね。結果、自民党の議員たち、あるいはその与党の議員たちが、 まともな補正予算組もうとかですね、そういう政策を言い出しにくかったんですよ。安倍総理自身が、なんか経済はうまくいってますとかですね、何を言ってんだ、この人だとずっと思ってたけど、そう言い続けてるわけなんだけど、うまくいってないじゃんと。4月6月期の GCGDP はマイナス成長だったでしょと。実質賃金も相変わらずマイナスでしょと。うこのままだと7月9月期もマイナス確実ですね。それら2期連続の実質 GDP のマイナス成長ってことは、これリセッションです。景気後退。景気交代に入ってる可能性が高いんですよと。しかも株価が があるとですねやっぱりその企業活動とかが萎縮しちゃうんですよ、なぜか、えーはい、本当は関係ないんだけどね、えー、なぜかそうなっちゃうんですよと、えー、じゃあ、普通に補正予算組みましょうと、前からずーっと言ってますけどね、えーはい、補正予算組んでデフレギャップ埋めて、普通に実体経済を成長させる政策やる、絶好のチャンスじゃないですかってのが今ですね。えー ええ、じゃあ、具体的には何をすればいいのかということですけれども、はい、これはやっぱり補正予算ですか。当然補正予算です。ええーはい。で、えー、具体的に何やるかって言ったらば、はい、ま、さっきもちらって言いましたけど、はい、なんで公共事業減らしてんですか、安倍総理と。うん、はい。<laughs> 国土強靭化どこ行ったんですかと。うん、えー。ちゃんと国民の生命安全や財産を守るための公共事業とかにお金使いましょうとか、ええー。あるいは具体的に話しておくと、例えばですよ。 え、新幹線を、えー、まあ、北陸新幹線なのかな、うん、鶴ヶまで決まってますけど、はい、新大阪まで持っていかないと意味がないですよ、と。はい。しかも大阪の経済このままだと賃貸しちゃうから、早期の、うん、あの、整備新幹線、前倒しをやるとか、うん、リニア新幹線にですね、JR 東海に対してお金だけ出して、うん、名古屋までとか言わずに、大阪まで作っていただくとかいう工事を今から始めると。うん、すると、今の需要ギャップが埋まります。うん で、将来的にはですね、そのリニアとか新幹線ができると生産性が高まって経済成長に貢献することになるので、何が問題なんですかと、はい。で、規模的にはとりあえず、デフレギャップ、ま、ど、どんなに小さく計算されている内閣府のデフレギャップ、つまり需要不足、はい。はい。 10兆円って言ってるんだから10兆円やればいいですよ。とりあえずそうか。需要不足は10兆円って言ってるんでから。で、とりあえず、あの、公共事業だけ10兆円なんていきなりできませんからね。それこそ、あの、人手不足があまりにもひどくなってしまうので、例えば医療費を増やすとか、介護報酬引き下げて、介護の、その、で働いてる方々の賃金が上がるような形でお金使うと。そしたら人手不足解消しますよ。だって50万人だからね、前にも言いましたけど、介護の資格持ってるけど、介護市場で働いてない人がはい。はい。というようなまともな政策をやりなさいっていうことなんですね。ええ的 なね、えー、そのお使い方というのが出ましたけれども、まあ、10兆円と言ってるんだからそう。するとまあ10兆円やればいいですょう、ね。やればいい内閣府がそう言ってんだから。はい、えー。私は10兆円じゃ足りないと思いますよ。<あ>足りないと思うけども、りえー、とりあえず政府が公式に内閣府が言ってんだから、えー、その分使うべきですよね。ええー。でも、現実を考えたときには、そう動くかどうかう。まあもちろん財務省というですね、日本の主権者様がいらっしゃいますからね、<laughs> 絶対妨害してくるわけですよね。はい、はい。だから下手したら、まああの、3兆とか、あるいは1兆とかね、うん 何考えてないよ。根拠がないですよ。私10兆円とは根拠あって言ってるわけですよ。内閣府が10兆円の需要不足だって言ってるからその分やりなさいって言ってるんだけど、根拠なく3兆円でいいだろう、1兆円でいいだろうとかいうふうになって、結局なんか、あの、ほとんど役に立たないで、あ、やっぱ、景気対策無駄なんだっていうオチにならないようにですね。ちゃんとこういう問題を理解してほしいんですよね。まあ、やりましたという、そういうね。そうそうでもやっても無駄だったでしょっていうのが一番最悪なんですよ。次できなくなっちゃう無駄になるっていうのが一番よろしくない。ちあれですよ。まあ、これ、まあ、この例出したくないんだけど、戦争とかで、その、 逐次逐次ですね、こ小口の兵力出してもしょうがないんですよ。はい。ちゃんと出すときは一気にやると。ちゃんと目的を持ってと。いうことをやんなくちゃダメですよね。ええ。ええ。まあ、そう果たして、あの、なるかどうかなんですょ難しいですけど、一応なんか、与党でやっぱり補正予算の話が始まった。あ、そうです。ただ、遅いですよね。遅いですけど、まあ、やらなよりマシですけど。ええ。まあ、これまでその、安倍内閣、やはり株価が高かったっていうことで、ええ、株価イコールその経済もいいのかなっていう印象が、与えられちゃうんですけど、ちゃんとね、定義を考えていただきたいんです。 経済ってのはそもそも形成催眠ですから。国民を豊かにするための政治をやることです。豊かになるの定義って何と。全体では GDP ですね。特に実質 GDP ですね。あるいは、え、個人で言うと、実質賃金がちゃんと上がっていくことと。実質賃金26ヶ月連続対前年比マイナスでしょと。うで、実質 GDP も四六で落ちちゃって、しかも、あの、実質 GDP の、ま、これちょっとあの、計算方法によるんだけど、金額的に見ると、安倍政権始まった時に戻ったんです、今。は二年間何やってたんだと。うん。 デフレ目標2%もつけましたけど、ええ、あれどこ消えたんでしょうねと。はい、要は、安倍政権の安倍、あの、デフレ対策は失敗した。うん、ただし一応言っとくけど、金融政策が間違ってたのかそういう話してません。はい。 金融政策と財政政策やらなくちゃいけなかったのに、財政政策やらなかったから失敗した、2年間やって失敗した、2年間以上でもう年半ですか、二年半やって失敗した、えー、このままだと金融政策も、あ無駄なんじゃんって話になっちゃうからまずいんですよね、そうすると金融政策やらない、財政政策やらないっていったら、普通にデフレか、我が国は。えー はいえー、その金融プラス財政という当然です、これが基本です最初は言ってたんですよ、えー、安倍総理自身が、えー、金融政策です、財政政策です、うん、ところが財政絞ってますからね、はい、結局財務省に、まあ、主権というか、ですね、はい、あの権力取られちゃったんですよ。うんでももそこに気づけば安倍総理もまだ もともと気付いてたと思ったから、安倍総理というか、自民党支援したんですけどね、<ー>私はね、今朝のコメンテーターは、経済評論家、三橋貴明さんでした。